テレビ画面でゲームウォッチをやるというね、新鮮な感じね。あ、こんなちっちゃいんや、画面が。これ一応載ってんですよね。どういう感じでプレイするかっていうのが。はい、ボタン押しましたね、今。写真なんですね、これね。あれ？あ、ジャンプ。あ、これでいいのか。あ、なるほど。スタート押せばこうやってゲーム画面になるわけや。あれ？ちょっと待って。あ、拡大できるってことか、これ。セレクト押せばね。あれまだスタートできてないからね。どうやってスタートするの、これ。パワー、あ、これか。これでいいのか。あ、これか。これでスタート。あ、拡大できた。この画面でもプレイできますし、拡大していただくこともできると。え、何これ。ちょっと待って。これはしごか、これが。あ、これはしごってことか。こういうことか。こういうことか。そういうことか。わあ、あれ？今当たったと思ったけど。いい、むずいな。この画面でやったら、ゲームオーバーか？コレコなんや、これ。任天堂じゃないんや。コレコビジョンの会社のやつ。え、上に任天堂って書いてるね、でもね。なるほどね。もう一回やってみましょうか。これ、一番上が難しいな、これ。間に合わへんやん、ここ。どうやって行くの、ここ。ああ、このなんか十字架みたいなのは、これあれなんちゃうの？これ。敵倒すアイテムちゃうの？あ、そうか、ジャンプできるんか。そうか、そうか。ジャンプすりゃいいんやね。ジャンプして受けるっていうのも手やね。あ、やられた。難しいね。一面でこんな難しいんや。1000点。こういうことか。言ってましたね。ああ、同じ、面同じですね。やっぱゲームウォッチですからね。面同じだけども、ちょっと敵が出てくるパターンが変わるってことですね。難しい。あ、道壊すやつか。壊すっていうか、
通過するやつや。あ、そうかそうか。そういうことか。これほんま植えても助けられへんわけやね。三つ子さんと。ああ、やられた。ああ。ゲームオーバー。はい。はい、わかりました。面白かったですね。まあまあね。